千本通りは京都市の主要な南北の通りの一つ。二条以南はかつて平安京の須崎王子のあった場所を通る。北は北区高上根から南は区中を離れ、伏見区那須所長の休憩班国道那須所交差点まで伸びている。七条から八条までは梅小路公園、京都鉄道博物館などで中断。また、一筋西に新千本通りがあるため、 五条通りから久世橋通館は旧千本通りと呼ばれる。九条通以南はかつての戸場街道である。三条以北は明治から大正にかけて拡幅されており、大部分は片側2車線となっているが、途中今出川から丸田町までは片側1車線である。三条以南では南北の主要な通りとしての機能は京都市電の経路そのままに四条通り以南で、 大宮通りへとつながる行院通りに譲っている。山上以南の千本通りそのものは以前からの道幅を残し大半が南行き一方通行となっている。平安系の中心である須坂王子の古地を通る。この須坂王子は船岡山が正面に来るように決められたとも言われる。しかしもともと通行に必要な幅をはるかに超えていたことに加え、右京の衰退によって 都の西の外れとなったこともあり、工作者による選挙が進んだため、82から84メートルの幅があったとされる、須ザ王子の面影は、もはや残っていない。さらに、大代理の消失に伴い、その跡地を貫いてさらに北へと伸びている。千本通りの名前については、船岡山西六の創創地への道に千本の外場を、建て供養したのを通りなとした、または、 日蔵夢の木で日蔵が地獄へ落ちた第五天皇と出会い自分を地獄の攻め子から救い出すために千本の外葉を立てて欲しいと訴えられたので外場千本立てたことに由来する明治末から大正初期の京都市三大事業の一つその後大正末から昭和にかけての都市計画事業として拡幅都市伝の付設が行われ北王子から三条は 京都市で線本線が通っていた。明治、大正の頃には山城から今出川の北にかけて河原町と並ぶ繁華街として栄えた。大局土の後立命館スザクキャンパス京都市内の通りの名称は通となっていて利を送らない。例外として道路標識では通りとして送る表記を採用しているが印刷資料で送るものは極めて珍しい。 京都市内の通り表記参照、ありがとうございます。